雪技愛秘密又の大だれは、1918年に、新潟県南魚沼郡三又村で発生した、なだれ災害。三又だれとも呼ばれる。このなだれに180名が巻き込まれ、死者158名に上り、文献記録に残る上では、日本史上最悪のなだれ災害である。1918年1月2日から9日にかけ、 新潟県内は暴風雪に見舞われ大雪となっていた。1918年1月9日午後11時20分ごろ、三つ股村の東側にある前の平の頂上から大規模な表層だれ発生。なだれは尾根の杉林で二手に分かれ、一部は小学校に流れて校舎が倒壊、本流は集落にある57個のうち28個を倒壊させ雪に埋没した。当時、 三つ股村では水力発電用の水路のトンネル工事が行われており工事関係者が多数入村していた。大なだれの一報を伝えたのは付近で水力発電所の工事を行っていた作業員である。彼は深夜に猛吹雪の芝草峠を越えて隣町の湯沢町にこの情報をもたらしたのであった。千人とも二千人とも伝えられる大規模な救助隊が編成され、 救助に当たった。しかし、夜半の災害で多くが就寝中に受け災いしたこともあり、180名がなだれに巻き込まれ、死者は155名という大きな被害となった。3メートルを超える積雪の中で発生した泡だれと考えられている。なだれ崩壊の規模は高さ130件が残る。ありがとうございます。